は2019年の6月。え、それまではじゃあなんか違う病名で、朝起きると頭が痛いんです。産科医に相談したら、あ、それは呼吸器不全じゃないかって言われて、それで分かって、鮮明にするしたメディです。まあ前は YouTube とか、うん、まあいろんなそのメディア、なんかね、Twitter とか、まあ情報載せたり、あ、でも結構進行してますね。進行は早いと思うんですけど、進行性じゃないと思ってきてるから、うん、あ、時間無駄にしたな、自分の時間。例えば結局進行していくから、うん、あ、これからどうやって生きていくか。あ、そっか、限られた時間かもしれない中で。だからどうやって生きていこうかなって。プリスマ。はい、というわけで今日はですね、ついに来ました、この人、 SMA インフルエンサーのメグさんに来ていただきました。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。僕が来てるの、はい、忘れてました。はい、お越しくださいました。今日はですね、はい、メグさんの新居に遊びに来てまして、はい、はい、はい、すごくなんか車椅子でも過ごしやすくて綺麗で駅近で素晴らしいところだなと思って、はい、あの、僕も引っ越してこようかなっていう感じなんですけど、それはちょっとやめてください。はい、はい、という感じなんですけども、はい、今日はね、SMA という難病で、SMA って何のこっちゃってちょっと難しいですけど、そういう難病のめぐちゃんに来てもらったんですけど、はい、まず、SMA って何？あの、スパナルマスキュラーアトロフィーです。うわ、難しい。なんつった？スパイナルマスキュラーアトロフィーです。おう。で、SMA だね。はい。で、日本語にするとまた難しいんだよね。感じ。自閉性筋萎縮症です。ちょっと難しいんで、テロップで見てほしいんですけど。はい、はい、そんな感じで。難しい病気なんですけど、まあ、筋疾患の一つだよね。筋疾患、神経。神経か、ごめん。はい。神経疾患。でも、担当の先生にしてる。あ、そうだ。ね、主治が一緒に王先生ね、王先生、面白い、お世話になってます。はい、という感じのね、結構共通点もあって、うん、病院も同じだし先生も同じだったり、うん、まあ神経難病と筋疾患でちょっと違うんですけど、まあ、うん、神経内科で同じ先生っていうご縁もあって、うん、いろいろと昔から仲良くさせてもらったり喧嘩したりとかしてる仲なんですけど、はい、あの、簡単に見てる人に自己紹介、はい、なんか何やってるかお願いします。SMA インフルエンサーと勝手に名乗っているメグです。メグさん、うん、SMA って ALS とか筋ジスとかと違って、うん、なかなかこう知られてない病気で、確かに、ま、10万人に1人か2人いるって言われているんですけど、うん、私の周りはもっといるんですけど、うん、もう SMA だらけっていうまあね、いっぱいいるんですけど、確かに確かに、 SMA って何って聞かれない世の中にしたいなと思いまして、ね、SMA って調べるとソニーミュージックなんちゃらが出てくるけど、そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、あの、病気の方で、病気の方も知ってほしいという。そうそう、でも進行の仕方は、うん、だいたい筋ジスよりも人によりますけど、まあちょっと似てる、似てる感じで、うん、ただ神経難病だよっていうところは違う、そうそう、神経が原因なのか筋肉が原因なのかっていう違いがあって、ね、はい、で、いろいろインフルエンサーって言ってるけど、インフルエンサーって何をやってる、まあ今ね、ちょっと忙しくてやってないかもしれないけど、まあ前は YouTube とか、うん、まあいろんなそのメディア、ね、バイオデンの SMA インフルエンサーズとかにも出させていただいたり、そうですね、あの、製薬会社とか、やりたいって言って出してもらったんですけど、うん、あの、そういうのやったりとか、まああとはなんかね、Twitter とか、Twitter とか、まあ情報載せたり、SMA 座談会前やってたんですけど、うん、プリスマ主催の、うん、それのモデレーターやってたよね、ありがとうありがとう、はい、やってもらって、で、僕はもうメグのノートが結構面白かったんで好きなんですけど、最近やっぱ忙しくて、最近ちょっと忙しいのと、いや、もうネタが切れてきた、確かに引っ越しする、今新しい家に来て落ち着いてるけど、 そこまでの道のりはね、紆余曲折が結構ね、あの、振り返ればいろいろあるんですけど、なんかね、結構もう人権侵害的な発言もあったりとか、うん、そうですね、で言ってメグがうっせえわって切れてるのを見て、はい、面白がってたってちょっと不謹慎なんで今いろいろ騒がれますから、うん、
ちょっと、あの、控えめに生きております。うっせぇわって書いてて、ちょっと面白かったね。あの、いろいろな面白いの。まあ、また再開する予定ではございます。いや、結構でも、面白い中にもね、こうなっちゃうんだみたいな学びがあって、結構。まあ、真実しか書いてないので、あそこには。真実を巡るの。言葉で面白い。そうです、嘘偽りは一切ないです。だよね、はい、そうそうそう、だからあれも面白いんで、ぜひあの URL 載せとくんで過去の記事とか見てほしいなって感じ。見てくださいですね、うん、あとはまあやっぱ新婚生活どうですか。新婚生活、家も引っ越してきて、引っ越してきて、引っ越したのが6月から4月ぐらいなんで、うん、まだ今が1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょいかぐらいなんで、まだ慣れてないというか、うん、広いです、うん、ね、家以外広いです、ね、広くていいよね、はい、基地下で。で、結婚したのがいつ、入籍、入籍したのは去年の12月24日おー、いいね、はい、クリスマスに、はい、まだ1年も経ってないっていう、新婚ほやほやで、はい、でももう一緒にいる期間が3年ぐらいなんで、あ、そっかそっか、全然そんな感じはしない。でも最近愛妻イベントなんかお弁当の写真とかが SNS、はい、ツイッターです。ツイッターか、ツイッターに載ってて、ツイッターに載せて、今まで作ってんの、あれ、あれ、そうですね、あの、お金もったいないんで、お金もったいないんで節約しなきゃいけないんで、偉いなー、ローンがね、ローンが、そうか、ね、マンションをご購入、はい、そう、新居がマンション買ったんだよね。買いました。 大丈夫、なんか新不安とかなかった、買うのに、買うにあたって、買うにあたっては別に不安はそんなに、どっちにしろ家賃同じくらいの家賃払うなら買った方がいいんじゃないかと思っていたので、まあ確かに買った方がいじれるもんね、うん、そうなんですよ、住宅改修に関してもいじれるし、据え付けができるっていうのは、そう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 、大きいよね。そうなんですよ、まあマンションもマンションでちょっと決まりみたいなのあるんですけど、いや、まあまあまあそうだけど、うん、できる範囲で、まあ、でも賃貸よりはだいぶ広がるもんね。そう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 、こう、こんな感じで新婚で新居で、あの、幸せそうな投稿がどんどん増えて、壁塗ってくれる人募集してます壁、これはもともとマンションの方がいい。あ、これもともと、こっちはもともとで、うん、私の部屋の方は真っ白なんですよ、壁が。そうなの、壁塗ってくれる人募集してます。壁塗るの、塗りたいんですよ。何色にすんの、白でよくない。え、いやだ落ち着かないよ。いやだ、私が落ち着かない、白だと。白だとちょっとなんか地味なんだ。地味だね。なるほどね、普通だね。ああ、多分3年後か5年後ぐらいに来たらすごいことになってる。紫になってるかもしれない。紫になってるかもしれない。全部紫かもしれない多分旦那さんがすげえ過ごしにくくなるっていう。いや、大丈夫、彼は彼で部屋があるから、部屋、彼の部屋の居住空間で生きてるから大丈夫。生きてるから大丈夫なの。なるほどね、なんかずっとマジックやってらっしゃる状態をよく満たしてもらって、ね、仲むずまじい感じ、仲むずまじい、喧嘩しかしてないけど、ね、こんな感じで、はい、楽しく生活してるメグさんですけど、はい、SMA って今、うん、体の状態とかどんな感じなの。あ、でも結構進行してますね、うんうんうん、進行は早いと思うんですけど、うんうん、他の友達に比べれば、うん、なんかこう起き上がりにくくなったりとか、うん、体の状態を保持しにくくなったりとか、うん、まあ、そういうのも結構あって、あと疲れやすくなって、うん、疲れやすいね。あと SPO2 っていう酸素飽和度が下がったりとか。これは何、呼吸器系がちょっと、あ、そうですね、呼吸器系、へえ、そうなんだ、あ、弱くなって、まあ体向きとか体勢とかも、うん、側腕、側腕ですね、側腕があるから大変だよね。そうですね、うん、車椅子もね、フェロモンビールに、フェロモンに変えていいやつになって、で、あの、疲れたらもう全部かかって、うん、倒して、そう、チルトがね、結構効く車椅子だから、そういうのも使いながら、ね、疲れを取りながら、前ごと、うん、プライベート引っ越し、映画見るとき1個倒したりとか。あ、映画見るときね、前の方の席だったりするからいいよね。そうそう、ま、前が多いじゃん、うん、車椅子って。そう、それはちょっと助かるかも、ね、そっか、じゃあまあ車椅子はもう何年も前からっていうか、ずっと、え、ちっちゃい時から、ちっちゃい時から、ね、はい、そうだよね。で、今解除とかはしてもらってる、あの、ところとか
なんとか。お風呂とかもトイレとかも解除してもらわないといけなくて、うんねうん、まあお風呂とトイレはヘルパーさんがやるときはちょっと秘密兵器があって。秘密兵器？秘密兵器があるんで、リフトを部屋につけて、あ、そうなんだ。で部屋からその秘密兵器に乗って、リフトがあって、はい、乗るなんか椅子みたいな。椅子みたいなアメリカ産の。あるんだ。あとちょっと見せてもらおう。はい、それがあって、それに乗って、こんな感じの。トイレとお風呂、両方行ける。これあんまり僕も知らなかったけど。そう、私が YouTube に出そうかなって思っていた。リフトンの歌トイレもお風呂も行けるよみたいな。そんな感じで作れたら面白い。なんか日本のやつって、うん、トイレかお風呂どっちかにしか行けないらしいんですよ、うん、だからその両方行けるやつが欲しくて、そんな両方1個で済むんだったら場所も取んないし、そうその動かしたりするのは結構動かしやすいの。動かしたりするのはもう完全に押し型、解除してもらって、だから解除する人も楽だよね。解除する人はどうなんですか？そのままね、乗せて連れていけばいいって感じ。でもちょっと段差に、まあ、タイヤがちょっとちっちゃい、ちっちゃい分、ちょっと普通の車椅子よりはちょっと操作は難しいけど、まあ、何よりはいい。ええー、私が前の家で普通に動いてトイレ行ってたから、うん、SPO2 がめちゃくちゃ探してたんだけど、なっちゃう。それがなくなる。おお、じゃあ体調の、そうですね、波がなくなって生活しやすくなるっていう感じか。おお、そっか。じゃあそういう道具とか使いながら解除もらっても、うん、ずっといるの？解除の人24時間じゃない1日、総額で今587。じゃあ24時間出てないんだ。だから19時間はいるから、うん、約。でも夜中とかさ、うん、いないって。夜中とかもいるよ。あ、いるか。昼間逆に。昼間と夜の切り替えの時に。いや、ちょっと開くんだ。時間が開く。ああ、じゃあその前にいろいろ済ましておいて、うん、みたいな感じ、うん。そうそっか。でもね、24時間ついてもおかしくないぐらいな気はするけど、やっぱつかない。つかないです。あ、ね、大変ね。まあ、特に結婚してるとなると。あ、そっか。つかないですよ。そっか。家族がやるっていうのは。家族がやるっていうのはね、ちょっとあんま良、ね、くないかなっていうのはね、思うよね、それは、うん。そうだよね。体の状態は今そんな感じで。そんな感じで。で、まあ SMA って言ってもいろいろ重さが違って、うん、エグの場合新潟だっけ？新潟って言われました。けど、レアな SMA。なんか遺伝子のね、あれで、多分違うんだけど。私は遺伝子変異がないんですよ。ないんだ。なくて、SMN 遺伝子って、うん、SMN1 と、SMN2 っていう遺伝子があって、うん、それに変異がちょっとなくて、で、普通はあるから SMA、ね、そう、でも私はない、どっちもなくて、あ、そうなんだ。でも症状的に SMA って言われてるからっていう感じ、SMA になっちゃった。ちょっと本当に SMA なのって思った時ありそうで、でもなんか進行の仕方とか、うん、友達の、感じとか見てると、まあでもそうか、そうだよね。まあでもさ、その診断がついてるっていうのが結構、まあないよりは全然いいと思うんだけど、うん、診断とかさ、どんな感じでわかる？診断、ちっちゃい時にも診断されたの？診断は2019年、結構最近だね。2019年の6月。そうなんだ、うん、それまではじゃあなんかどう、車椅子って言ってたけど、なんだっけ、違う病名で。違う病名だったの？そう、違う病名で。そう、車椅子で。何って言われたの？弛緩性麻痺。麻痺って言われてたの？確か弛緩性麻痺だった気がする。そうなんだって言われてて、で、なぜ2019年に逆に朝起きると頭が痛いんですっていう相談を、車椅子を作り替えようとした時に、うん、車椅子を作り替える時って判定医っていうのがいるじゃない、うん、判定医に相談したら、あ、そうなんだ。そしたら、なんかそれは呼吸器不全じゃないかって言われて、それで分かった。呼吸器不全だから、なんか神経とか筋肉の
病気なんじゃないかみたいな。そっからあのいつもの病院、いつもの病院をなんか知ったの、紹介状書いてもらっ て, って、そこで、あ、そっか、で先生に直に紹介状書いてもらって、それで、あ、じゃあすぐ NCNP 行ったのか、すぐ NCNP、 あ、そうなんだ。じゃあそれはでも行ったからすぐ行ってから、で、うん、3週間入院して、検査して、検査して、で、流されたり、まあいろいろ、そうなんだ。それ SMA って診断ついた時さ、どんな感じのあれだった、なんかそれまでも障害はある中で生きてきたっていうか暮らしてきて、急に SMA ですってなって、なんか変わったことある？変わったこと、気持ちとか、進行性じゃないと思って生きてきたから、うん、あ、時間無駄にしたなって、時間、そのリハ、自分の時間、例えばリハビリしたら良くなるかなみたいなとか、そういうことじゃない？いや、なんか結局進行していくから、うん、ああ、これからどうやって生きていくか。ああ、そっか、限られた時間かもしれない。そうそう。中で。だからどうやって生きていこうかなって。どうせ自分のこと自分でできなくなっていくから。ああ、どうやって生きていこうかなって。そうか、今できてることは、まあできるだろうっていう前提で。そうそうそう。じゃあ、この時は結構不安みたいな感じだった。不安っていうか、落ちたね。落ちた？普通に。うん、そうだよね。落ちるよ。うん。私だって落ちるよ、うん、ね、そうそうそう、落ちちゃって、うん、で、まあ、しばらくはまあ落ち込む時期もあると思うんだけど、うん、ね、でもどんな感じでその病気とその後付き合い向き合っていったかっていう、時間もったいないなと思って、うんうんうん、あの早く何かをしないとみたいな、やりたいことをやれるうちにやって、うん、そうだよね、そうで、ね、行きたいところに行けるうちに行かないとって、その時に、その時から思ってて、そうだよね、それは今もだけど、そうそう、俺もメグと会ったの2019年の、うん、そんぐらいだよね、夏ぐらいの、うん、あの街歩きか、なんか違ったっけ、じゃあ講演会、ね、講演会かだっけ、なんかあって、で、なんかいろんなとこで会うから、結構アクティブ、うん、その時多いです、ね、そう、それはもう一人で行ってたし、うん、その時はもう一人で行動できてたから、そうだよね、そう、一人で行動してて、で、なんかいるなと思って、うん、同じ人が、でもさ、病気に見えなかったの、見えない、あ、そう、あ、そう、車椅子じゃなかったから、歩いてたね、そう、まだ歩けるけど、だから、そう、だからなんでいるんだろうと思って、普通の人が、ね、あ、なるほどね、そう、確かに、こいつは何者なんだろうと思ってね、そう。で、うん、あ、病気あるんだと思って、見るかな、そう、街歩きの時に喋って、そうだよね。で、病気は、ああ、と思って、近日にもいろんな方があって、でっかってなるんだってなって、そうだよね、そう。で、話していくと、なんか、ペンペン一緒やんって、そうなって、面白かった。そう。こんな感じだってね。だから、そっか、時間を大切にしたいなっていうのが、まず、うん、このいろいろ動き始めたきっかけで、うん、そっからどうだった、そのいろいろ動いてる。そっから、だから、変わったね。変わった。もともと結構うつ病、うん、とかある、うん、まあ別に言ってもいいんだけど、うつとかあるんだけど、そう、精神の方は、ね、あるんだけど、そのどっか出かけなきゃって外に出ることによって、うん、やっぱ太陽の光を浴びるってすごい大切で、大切だよね、うん、あの出かけることによって元気になる、うん、し、まあ、その街歩きとかもそうだし、うん、一人でどこどこに行けたっていう、うん、なんだろうな、ハッピーというか、まあなんか自己肯定的なものもあるし、そうそうそう、繋がる、ハッピーだし、まあ自分のなんか時間も大切にできてるなみたいな実感は多分あると思う。へー、そうなんだ。で、そっからもう結構ポジティブというか、そうだね、なんかいろいろ考えながらだけど、うん、まあ日によりポジティブな日もあれば、ああ進行していくんだって、進行してきたら、そうだね、あ、もう何かができなくなってきたなっていう、でもそうだよね、うん、動いてるからこそのあーできなくなったとかだし、動いてるからこそのなんか言われて傷ついたりっていうのは、そうそうそう、まあなんか人としていろいろと悩みもあったりとか、あと呼吸器が増えたから、夜間に呼吸が止まるから呼吸器つけなきゃいけなくて、うん、その呼吸器を持っていくっていうのに、あ、結構ハード面を感じるというか、あ、旅行とか行くにしても持っていかなきゃいけないし、それを管理できる人が必要だ、そうか、最初は自分で管理した、うん、全部、でもそれもだんだんできなくなってきて、そうだよね、まあ今ね、旅行支援とかやってる先生とか看護師さんとか、うん、リハビリの人とか結構いるからさ、うん、探せばいそうな感じだけど、まあそれを頼むにしてもね、大変だもんね、
だから飛行機とかさ乗りたいけどやっぱり。じゃあそっか、またあれも申請もしなきゃいけない。そう、車椅子もだし、あの先生がやっぱり体力めちゃくちゃ使うから、飛行機はねできれば新幹線の方がいいってね。だから沖縄とか、ね、北海道とかなかなか難しいよね。そうだよね。いやでもね、何日か寝込むとかなっちゃっても困るしね。あ、でも普通に出かけても結局3日ぐらい寝込まないと体が痛くて耐えられない。うん、そうかそうか。そう、じゃあもう行くときは気合い入れて気合い入れて行くって感じで。そうですね。山形も連れて行きたいんだけど。山形ね、父親の実家、実家っていうか父親が山形出身だから、うん、本当はね、あれもやりたいんだよ、飛ぶやつ。飛ぶやつね。そう、メグはちょっとどうなんだろうね。そう、でも腕具合悪くなっても誰も責任取れないじゃん。あ、もうだから書かなきゃいけないだよね。だから先生にもいいって言われてないからね。いやもう命がけで行くしかない。命がけだよね。いやまあまあね、大丈夫だと思うけど、まあ5分、3分とか5分は降りれないからね。でも人生命がけだからさ。確かに。それは。もうしょうがないよね、それで。いやなんかでも飛べたりね、いろんなアクティビティとかもできたら、うん、できるだけできたらいいけど、なかなか難しいかもしれないから、うんうん、ちょっと俺もパラグライダーの研究をしてみんなを飛ばせるために。そうだよ。それか海に潜りたい。あ、海ね、うん、海どうなんだろうね。うわ、ウエットスーツが着たりとか大変か。あとさ、呼吸のやつがあるでしょ、うん、あれうまく吸えるかどうかっていう問題。そっかそっか、そうだよね。あと泳げない、単純に。そうだよね。そう、いや泳げないとやっぱ体力入ったりしてさ。そう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 。そっか、まあだから色々でもどっちかやりたいよね、うん、いや両方やったらいいんじゃない。それかあのこうなんか縄でこう吊るされるやつあるじゃん、あのえシューって滑っていくやつ、なんとかロープ、ターザンみたいなやつ。ああ、あれね、あのなんだっけ、あ、そうそう、ジップライン、ジップライン、そう、あジップラインやりたいよ。ジップラインもさ、あの車椅子パラグライダーって椅子使ったら多分できる。じゃあジップラインやりたいよ。せめてジップラインはできないかなと思って、うん、いや、なんかあの吊るす部分、そう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 、なんか吊るす部分に単価つけてくれたら、ジップライン、メグがジップラインやるプロジェクト。そう、ジップラインやりたいよ。いいね、いいね。いや、どうかできる気もするから、ジップラインやってくれる方ぜひ、あのちょっとパラグライダーやりながらジップラインの研究もしてみようかな。取るまでご連絡を、ジップライン。ジップライン。ちょっと俺がまずやってくる。うん、やってきて。オッケーオッケー。だそんな感じでいろいろやりたいこともあるということで、はい、これからやりたいこともね、後半でちょっと聞いていきたいんですけど、うん、一旦、前半はこんな感じで、はい、メグの病気のことだったりとか、はい、今までどんな感じだったかっていうのを聞いてきたので、うんうん、後半ではもうちょっと旦那さんとの慣れ初め的なとことかも聞いていきたいなと思いますんで、はい、引き続き楽しんでいただければと思います。はい、ということで、はい、本日のゲストは、多点号 SMA インメンバーの、メグさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。プリスマ。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよという方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。